モデルでタレント、大倉士門が21日放送のフジテレビ系、ひとし松本の酒のつまみになる話、金曜後10:00に出演、年齢1個差は読んでるんですよ、と公称30歳としているが、実年齢が31歳と明かした。大倉は、世間ではテレビに出てる時は30歳で通ってるんですよ。本当は31歳なんですよ。地元京都の大学に18歳で入学したが、19歳で東京の大学に再入学し、入学式で周りの学生が18歳という中でごまかして18歳と自己申告。したため、小さい一個の嘘が気づいたら、この年になってまして、と懺悔した。テレビに出させてもらうようになって、ツイッターで、大倉士門、高校同じやったのにあいつなんで30って。そろそろカミングアウトしなあかんなと思ってて、酒のつまみになる話、でちょっとお酒も入ってるということで、とこのタイミングになった理由を説明。妻のみちょぱこと池田美優、24、も知っており、伝えたのは、付き合い始めてちょっと経ったくらい。そんなのどうでもええわと。ただ、どうでもええわやけど、世間に対して一個さば読んでて後ろめたい気持ちがあったんですよ、と語った。